今日は近所の山へ根曲がり竹を見に来ましたが、もう結構やっぱり伸びちゃってます。な感じ。赤いのが美味しそうです。え？いや、ここにも本当だ。手袋忘れてきた。軍手はあるんだけどね。結構足跡があるね。ここも太いね。遅いか。こんなところにタラの木あったっけ？あったんだね。カエルの池は、おお、頭弱視になってるね。こっちがヒキガエルで、こっちが山赤ガエルかな。これは多分全部ヒキガエル。山赤ガエル。こうやってじっとしてるのかな。まだ生まれたばっかりなんじゃないの。カエルレポートでした。腰油もうこんな感じです。腰油細いわらび、細いわらび、
細いけどね、塩で、塩で、花いかだ。ほら、葉っぱの真ん中に花。わらび。曲がりたけ。わらび、ゼンマイ、これは包着層、毒層です。つぼみの時はちょっと開いてみて、花の形で確かめるといいと思います。こんな場所に鳴子ユリ発見。ほら、この2つずつ花あるのが鳴子ユリ。鳴子ユリ、これも開く前なら食べることができます。コンフリー、コンフリーの花。久しぶりにタケノコ取りに来ましたが、山菜採りで忙しくて、来てなかったらタケノコがこんな感じです。もう竹です。竹、なんかいいのあるかな。もうはいね、こういうの、うん、もうボコボコ、こんなに出るんだね。本当だ、まだまだ大丈夫なんだね、うん、ってことは、半月ぐらい。すごいボコボコ。うわ、クモの巣。半月ぐらい食べてないんで、久しぶりに取って食べたいと思います。あ、いっぱいあります。太くて出てないようなやつ、太くて少ししか頭が出てないようなやつ、うん、うわー、こんな状態なんだ。これとか良さそうじゃないか。黄色いし。黄色いね、うん、多分タケノコってこう生えてるんで、うん、これはこっちからだと思うんです。なるほど。で、ここを、まあ、こう入れていくと何もないはずで、ここにその根っこの地下茎っていうのか、そういうのがあるんで、うん、ここをこうスコップで
切りたいと思います、はい、あんまり斜めに入れるとタケノコ本体やっちゃう可能性あるんで、うん、垂直に入れて近づいていきたいと思います。はい、お手並み拝見します。ね、見て、しっかり奥まで入れて、よいしょ、ちょっと早かった、うん、このもうちょっと 深い方が良かったか。でも、うん、こう切ったのか。はい、こんな感じです。いい大きさですね。はい、何センチってやらないのかな。うん、うん、うん、こうだもんね、周りが、うん、根っこのいびつ、はい、タラの芽は全部こういうサイズになってます。タラの芽、そしてウド、これとか柔らかそうで美味しそうなんで2つぐらいもらっていこうかと思います。結構取ったけどやっぱり今の時期になるとこれぐらいも、うん、出てます。こうやって茂ってくるとマダニとか危ないので、虫除けスプレーとかしっかり対策と、まあ、長袖長ズボン、あと林から出た後に、体にマダニついてないかよく見てください、これもウドとタケノコ、タケノコとウド、あとタケノコもう1本ぐらい3本目取って帰ろうと思うんですけど、なかなか良さげなやつが見つかりません。これが竹の根っこですね。なんか掘ってあるけど捨ててあるみたいなのが結構、どうなんでしょうか。掘ったけど捨ててあるみたいなのが本当なんかいっぱいあります。これ増えるのが嫌でこういうことしてあるのかな、それとも。え？ほんとただ折って捨ててったって感じだぜ。お？なんか勝手な行動をしている人がいます。狭い。これは掘りにくい。
うわ、やっちゃったかな。やっちゃうわな、うん、よし、でやっちゃった。長いんだね、深いわこれ。よし。大人ですね。強弱に行く。強者に行くな、つぼみと花、花2年目種類玉ねぎ、長いやつの玉ねぎ小さいかな、玉ねぎ、次はニンニク、ニンニク。